博物館の正面玄関ハンガリー自然史博物館はハンガリー最大の自然主系博物館。1802年にセーチェーニ・フェレンツ伯爵が文化、科学施設と国民的な図書館の基盤を築くため個人の蔵書と貨幣コレクションをハンガリーの国民に寄付。この基金でハンガリー国立博物館とセーチェーニ図書館が建設された。 博物館の中、聖地に白爵の妻のフェシュテティチユーリアの鉱物コレクションは後の自然史部門の基盤となった。1811年に最初の小生物学的なコレクションがライナー大公から送られた。同年、ヨルダーン・アンナから最初の動物学的なコレクションも購入した。1818 18年にヨージェフ・パラディン博は、 北イベルパールの植物標本集を購入し、植物部門の基礎を確立。変革時代のハンガリーの愛国的な雰囲気の中で、各種のコレクションは、購入や寄付などによって、着実に増加していった。ハンガリー革命が発生した1848年には、鉱物、岩石標本は約1万3000点、動物標本は約3万5000点に達した。 ハンガリー国立博物館の中で動物学、鉱物学兼個性物学、植物部門は分離して自然博物館となり19世紀末までに博物学的な収蔵品の数がほぼ100万点に達した。ハンガリー自然史博物館はハンガリー国立博物館から独立し新たな展示場が必要であった。また収蔵品の増加で倉庫もスペースが足りなくなった。 そこで、1994年に、ハンガリー政府は、自然史博物館をルドビカ学園に移すように決定した。現在、鉱物学、岩石学、人類学、地質学、古生物学部門、文庫、動物学部門の鳥類、哺乳類コレクション、分子遺伝学研究所、そしてハンガリー科学アカデミーの動物生態学と、古生物学研究チームが、同博物館に置かれている。 他の修造の移動は改築後の予定である。展示館はもともと、ルドビカ学園の屋内乗馬学校であった。その後、1992年まで映画館として、機能していた。また、状態があまり良くないルドビカ学園の本館は、エルテ大学の理学部が利用していた。現在、本館は美しく改築され、南ウィングには、ラウル・ワレンバーグ専門、工学校がある。 改築された展示館と本館は地下で繋げられた。1996年にハンガリー自然博物館として開館した。自然史博物館の3つの主要な機能また、博物館には重要な文化部がある。文化部の役目は展覧会などの計画と実践、入館者向けのインタラクティブなプログラムの計画、そして博物館に関する教育活動の計画などである。 ありがとうございます。